ハードルハードルは陸上競技の障害層において使用される道具。競技用のハードルは 10kg 以上の重さがあり、3.6kg 以上の力で押されると倒れる仕組みになっている。ハードルの幅は1180から 1200mm、規定の長さは 700mm 以下で、規定には位置の調節が可能な重りがついている。 バーは高さ7 0ト、mm、ル、厚さ10から2 5ト、mm、ル。教育用のハードルは高さの変更が可能なものやバーが柔軟な素材でできているものもある。ハードルはハードル競争の際、競技例に一定の間隔を置いて設置される。選手は競技の際にこれらのハードルを跳躍しながらゴールを目指すこととなる。競技規則第168条により、 故意にハードルを倒したと審判長が判断した場合は失格になるが跳躍の流れの中でハードルが倒れた場合は失格にならず記録も認められるただしハードルに当たりながら進んだ場合は反動で走行スピードが低下するため選手は極力ハードルを倒さないようにして走行するのが一般的であるまた選手がハードルの横を通り抜けたりくぐったり あるいは隣のレーンのハードルを倒すことも失格である。ハードルを飛び越えながらの走行となるため、ハードル跳躍のない他のトラック競技とは、ストライドや走行フォームなどのノウハウが大きく異なる。競技場に設置されたハードルこのように、ハードルの高さは、元来イギリスの単位である、インチ、フィート、ヤードに基づいて作られているため、現在使われているメートル法において半端な数字と、 なるなお、これは、ハードルの高さにおいてだけでなく、ハードル競争の長さ、テニスのネットの高さなどにおいても同様である。日常会話においては、集客の難しさがハードルとなっている。など、物事の達成の障害となる要素の意で用いられる。また、競技において高さが異なるハードルがあることから、この機械は、初心者にはハードルが高い。など、 ハードルの高さを物事の達成の難易度に比喩する。また、物事の許容水準あるいは評価水準を高くすることをハードルを上げるなどと表現することもある。英語でも同様にレイズ・ザ・ハードルズという表現が用いられることがある。ありがとうございます。